皆さんこんばんは。もし皆さんがお仕事で他の会社の人と会った時、その人が大変失礼な態度を取ってきたらどう思うでしょうか。今日私がカメラの前で一人で立っているということは、そうドッキリです。本日行うドッキリはこちら。知らない会社の人との打ち合わせ、大事な、結構大事な打ち合わせで、なんかその人がめっちゃ失礼なこととか言ってきたら、すごい、やだー、ドッキリー。結構前に初めて会った社員さんが、すごい失礼なことを言ってくるドッキリっていうのをかけられたんですよ。それの仕返しをいつかしたいなっていうのをずっと思ってまして、で、私頼んだんです。今度会社に新しい社員さんが入ってくるものならば、リンリンに会う前にまず私に言ってくださいと。そしてその機会がようやく訪れました。今回協力していただく我が社の新入社員様にご登場していただきましょう。どうぞ。こちらのリンリンが未だかつて会ったことがない新入社員の方です。よろしくお願いします。お願いします。結構厳しいことをリンリンに言ってもらうんですけど、全て私が考えたもの、台本通りにやっていただいておりますので、そこだけご了承ください。よろしくお願いします。頑張ります。なんかちょっと優しいオーラがすごい出てるんですよでちょっとイケメンなんで、ちょっと心配なので、ちょっとだけ練習していいですか。わかりました。ちょっと私に向かって、はい、ブスって言ってもらっていいですか。ブスブスっすよね。ブスっすよね。ブス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 。動画で見るより老けて見えますね。動画で見るより老けてますね。もうちょい嫌みったらしく言ってもらっていいですか。あ、動画で見るより老けてますね。老けてますね。老けてますね。老けてんな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 。それではドッキリ行ってみよう。わかりました。ちょっと変な声で。はい、行ってみよう。わかりました。はい、あ、そこはすでにです。あ、すいません。うん、ちゃんとやる。はい、うん。それでは、ドッキリ。え、そこはすでに。あ、最後だけ。うん、最後だけ。すいません。行ってみようだ。行ってみよう。それでは、ドッキリ、行ってみよう。はい。あ、お疲れ様です。お疲れ様でした。失礼します。お願いします。お願いします。セシフラミンゴのニコです。あ、ニコです。お願いします。お願いします。セシのカマタです。あ、お願いします。もう座っちゃってくださいね。はい。YouTube で僕見させていただいたんですけど、あ、ありがとうございます。動画で見るよりお二人老けてますね。よく言われます。言われる。言わないでください。すいません、思っちゃって。言われるけどもよ。うん、思ったことを言ったんで、今回の商材が一応ダイエット関係なんですけど、はいはい、金髪の方はどれぐらい痩せれますか？あ、すいません。金髪の方ね。どれぐらい痩せれるっていうのは どういう？あ、一応うちの商品をよく見せたいので、はいはい、なるべく痩せていただきたいんですよね。一応2人とも痩せてるっていうよりは太ってるので、どれぐらい？そう、太ってるね。え、そうなんですね。じゃあ、顔パンパンな方、どっち？あ、ごめんなさい、両方パンパンですね。すいません。ちょっとね、面白くない？面白い。うちの会社の試作品として、こういうのあるんですけど、スパッツとかですね。一応こういうのも、年配の方向けの。あー、なるほど、ね、年配の。デブ向けではあるんですけど、まあ一応お二人にはぴったりぐらいなのかなと思って。デブ向けね。そうですね。ちなみに顔がちっちゃくなるっていうのがメインなんですけど、お二人顔ちょっと大きすぎちゃうので効果が出るかっていうとちょっと難しいんですよね。大丈夫ですかね。あ、大丈夫ですよ。あ、うん、なりますか、ね、逆に今がデブなんでちょっと細くなっていただきましたらそうですね。結構言いますね。結構ね。あ、そうです。すごい太れる。なんか思ってることは言った方がいい。あ、そう、安いですよね。どうかと思いますけどね。それが、そうです、通用してるのならば。うん、なるほどね。そういう距離っていうことは面白いね。うん。
どうですかね、質問ある感じですかね。ちょっとトイレ行ってきてもいい？あ、全然どうぞ。相方さん、アイス悪いですかね。なんか動画の時とかすごいなんかアイスよく楽しそうにしてたんで、はい、なんかびっくりしました。え、そうですか。動画だけみたいな感じですかね、キャラクターみたいな。いやそんなことないですよ。もうずっとなんかこんな、いや多分あの なんですか、お仕事なんで一応。ああそうです。あのそのふざけてやり出してるよりは、うん、全然そんなことないと思うんですよ。そうなんですね。すいません、なんかいやこちらこそ。なんか全然お仕事関係ないんですけど、僕リホさんマジでタイプなんですよね。リホさんマジでタイプなんですよね。周りからよく B 線とか言われるんですけど、本当に一番最近の YouTuber で一番好きだなっていう顔してまして。え、 B 線あ、周りから言われる、周りから言われるだけで、はいはい、僕自身は本当に可愛いなと思ってて。あ、本当ですか。ぜひご飯だけでも行きたいなと思いますけど、はい、どうですか。いや、ねえ、これいいんですかね、教えちゃったりして。あ、全然大丈夫ですよ。え、そうなんですか。はい、もう LINE とか QR でいろんなその YouTuber さんに言ってんですか。いや、全然え、ほんと、リホさんだけ絶対そう。いや、じゃ一回交換します。一回 QR にします。いいのかな、こういうのしていいのか。あ、全然大丈夫だと思います。ひどいのか。あ、全然個人間なので、会社関係ないので。あ、そう。はい。あ、全然インスタグラムとかツイッターとか。あ、インスタ？あ、インスタフォローしないですか、逆に。あ、フォローは僕しない派なんですよね。なんで？見るだけ、見る線みたいな感じなので。あ、そう。僕的には LINE がいいんですけど、うんうんうん、インスタですかね。あ、どうだろうね、でもインスタ結構さ、DM がね、いっぱい来るっすかね。ちょっとだけ。じゃあ LINE の方がいいっすかね、やっぱり。埋もれちゃうとあれっすもんね。そうですよね。じゃあ LINE ですね。LINE 教えればいいと。あ、ぜひ。あ、ありがとう。あ、OK です。もうなんか適当にスタンプとか押してもらうと、ご飯の予定とか、いつ空いてますか、直近で。全然あ、じゃあそれも LINE でじゃあ決めましょう。あ、わかりました。ちょっとあの後でスケジュール見てみるんで。長かったっすね。うんことかですか。もしもし、今日、あ、今日はいける。じゃあ、あの可愛い子連れてきては、あの、そうあの可愛い子、バイバイ、今日ね。はい、じゃあちょっと続きなんですけど、とりあえずは商品的には理解できた感じです。はい、はい、あ、電話終わった。あ、大丈夫です、はい、すいません。なんか、いつもそういう感じなんですか、なんかこう。そういうっていう。なんかすごい失礼じゃない。あの、本当に失礼ですよ。いや、なんか、私たちが。僕失礼でした。いや、うん、失礼です。ちょっと、あの、なんかちょっとほら、別にちょっと失礼じゃないって言っていいじゃないですか。いや、私たちもなんかその、そういう人と仕事をするっていう時に友達と電話してますよね。あ、そうですね。なんかそういうのはもうありえないですよね。なんかありえないって誰が決めたんですか。いや、僕は普通に友達、電話かかってきたら出るの普通じゃないですか。こういう仕事、いや、普通だったら電話が来たら外に出るとかするんですよ。それ普通って誰が決めたか分かんないんですけど、普通に僕が持ってきた仕事をわざわざ仕事振ってやってんだから仕事やれよ。いや、ちょっと無理だろ、ちょっとおい、どこ行くねん。落とせ。いや、行かなくていいっすよ。いや、ちょっと一回ちょっと待ってください。お疲れ様です。マジでありがとうございます、本当お疲れ。あ、お疲れ様です。マジでありがとうございます。あ、ありがとうございました。本当助かりました。ごめんなさい、本当に全てのライブの通りで本当に、ね、いい演技でした。ありがとうございます。ありがとうございます。タピオカ飲み行く。タピオカ、え、うん、飲んじゃいます。行こう。行っちゃいます。そうそう、お疲れだよ。お疲れ様です。おい、おい、戻ってきなさい。ん、何かありました。何かあった。座ってもらっていい？言うことあるでしょ？ね？でしょ？ん？違うの？ちょっと待って。ドッキリ大成功！ねえ、うち連絡先教えとくよ。いただきました。ここで忘れなきゃ。なんか私フラミンゴさんの大ファンなんで。そう、すいません。誰だ？こちらの方は、あの、リ
コピータウンに新しく入った男の子です。あ、そうなの、ありがとうございます、よろしくお願いします。お願いします。本当はすっごい優しい顔、ふざけんなよ。え、すごかったじゃん、すごく言ってた。外じゃん。外じゃん。嫌いになっちゃったもんね。本当はマジでいい子。今後付き合っていくんだよ。今後よろしくお願いします。いけんのかなこれ。でも私桐通さんもそうだったね。私だいぶ抜けなかったよ。今の仲いいもんね。今めっちゃ仲いいから。ピコさんがタイプって言うの嘘です、うん、全嘘。こんな感じでこのラッキリ楽しんでいただけたでしょうか。大成功ということで、はい、それではバイビンゴー。